ダニエル・フランソワ・マランは南アフリカの牧師、政治家。アフリカーナー国家主義者の代表格で国民党の指導者となる。1948年から1958年まで南アフリカ連邦の首相を務めアパルトヘイトを確立した。1874年5月22日ケープ州に生まれる。南アフリカにおけるマラン・メイラン姓は フランスのプロバンス出身のユグノーで1689年にケープ州に移民したジャック・マランに由来するという。マランという姓はアフリカンス語の中にあってフランスに起源を持つ言語で元来の綴りを維持した名の一つである。ステレンボッシュのビクトリア・カレッジで数学と科学の学位を取得した後、ステレンボッシュ神学校を卒業し、オランダ改革派協会の教職者となる。後に、 神学研究により、ビクトリア・カレッジ、ステレン・ボッシュ大学から、哲学修士号を送られる。1900年南アフリカを離れ、オランダに渡り、ユトレヒト大学に留学する。神学博士となり1905年南アフリカに、帰国した。南アフリカのオランダ改革派協会牧師となった、マランは、トランスバール・ハイデルベルクの牧師補となり半年勤めた。牧師として、 厳格な競技の持ち主であったマランは、アフリカーナーの熱心な投資となり、1906年、フリコンスサトルバーナイジェングを創設する。1906年モンタギューを経て、1912年、グラーフライネの協会で務める。この間、ナンガー・オランダ外郭派協会を代表して、ベルギー領コンゴと、英領南ローデシアのアフリカーナーを訪問している。 1910年5月31日、南アフリカ連邦が成立し、ルイス・ボータが初代首相に就任した。ボータとヤンス・マッツに対して、1912年、ジェームズ・バリー・ミューニック・ヘルツォークは、ボータらがあまりに親衛的、黒人に対して優和的であるとして、批判を強め、1914年アフリカーナーのナショナリストを救合し国民党を結成する。この時期、 南アの各党は宣伝媒体として新聞を発行していたが、ケープ州の国民党組織はこのようなメディアを持っていなかった。そこで1915年デブルガー神を創刊し、編集をマランに依頼した。これに先立つ1914年に第一次世界大戦が勃発しており、南アはイギリスなどの連合国側に立って参戦していた。しかし、 ボーア戦争の記憶が生々しくドイツを敵に回すことに反発した軍の一部は反乱を起こしていた。ボータとスマッツは反乱を鎮圧することに成功していたが、マランはこの反乱の余波で南亜のアフリカーナーの地盤低下を恐れた。結局、マランは教会の牧師を辞し、ヘルツォークに合流した。1915年、国民党ケープ州支部が設立されるとマランは、 支部代表に選出され、1918年総選挙で国民党から立候補し当選する。1924年国民党はヘルツォークの下で総選挙に勝利し政権を獲得する。マランは内務、教育、公衆衛生大臣として入閣する。また、マランはアフリカナーナショナリズム運動の最前線に立ち、南アフリカ国旗の制定、オランダ号、 アフリカンス語と言い換える憲法改正を推進した。1934年国民党とヤンスマッツの南アフリカ党は合同し統一党が結成された。マランはこの合併に強く反対し、ついには同志19人と共に浄化、純化された国民党を結成するため両党合併から離脱した。1939年ヘルツオークから政権はスマッツに移り、 ナムアは第二次世界大戦に再び連合国側に立って参戦する。マランダはナンアの参戦に反対した。アフリカアナ社会は連合国側に立っての参戦に反対していたためスマッツ及び統一党への不支持は増大していった。もっとも戦争は連合国側の勝利に終わり、ナンアを代表する政治家、思想家、哲学者としてのスマッツの威信は揺るがないかに見えた。 しかし、スマッツが外交を重視したのに、反比例するかのように、国内政策を軽視し国内の不満が増大した。結果、1948年総選挙では、マランの国民党がついに第一党に躍進し、政権を獲得した。1948年総選挙で、マランの国民党は、国民に対して、アパルトヘイトを選挙キャンペーンで展開し勝利した。マランは、 アパルトヘイトの基礎となる処方を施行するとともに、軍を含む公職から、アフリカーナーの国民党員以外の人物を締め出すようになる。また、ケープ州では、カラードの選挙権に制限を加え、全国の選挙区の区割りを政権側に都合の良いように変更した上で、集会の自由などの諸権利を制限した。かくして、マランによってアパルトヘイトは確立された。 1954年80歳になったマランは引退するが後継者指名には失敗し、ヨハネス・ストレーダムが後継首相となった。1959年2月7日ステルエンボッシュの自宅で死去。オランダ改革派教会の教職者ということもあり、大変厳格なキリスト教徒であったが、これがアパルトヘイトの確立、強化には完全に裏目に出た。 彼はアフリカンス民族主義者として、南アフリカが神によって白人に下された賜物で、あるとして、カラード、黒人などを徹底して隔離し、国民党に反対する者を弾圧していった。マランの人となりを示す総話としては、国賓として、ベルギーを訪問した際、ブリュッセルの小便小僧の前を通り過ぎた時両手で、顔を覆い、罪深いと呟いたというものがある。 2004年南アフリカ放送協会サブック3による、古今の南アフリカで一番の偉人を選ぶ投票では81番目であった。レフランセクイ・オー・ネ・ティ・フェール、アフリック・ドゥ・シュット、ベルナール・ルガン、ジャニュアリー1996、ISBN 28億4100万869。ありがとうございます。